選手にとってのボクシングって何ですか？やっぱり強さの象徴なんですよね。自分の心の中では最強はマイク・タイソンだって思ってるんで、僕は一番強いのはプロボクサーだと思ってたんで挑戦しました。ボクシングで一番最後の試合に KO 負けして、合計6連敗してるんで、何度か勝って周りの人応援してくれているんで恩返ししたいと。うちの妻は大反対で、でもやっぱり自分の気持ちが抑えられなくて、シューズ履いて蹴りなしで、もう2つの拳でボクシングスタイルで行こうと思います。始めたのがボクシングだったから、終わるのもボクサーで終わりたいんで。やっぱりいらない想像しちゃって、そういうのはやっぱり怖いですね。不安がいっぱいなので楽しみがちょっと見えないですね。試合前だったら分からないですけど、それを逆転するかもしれないし。やっぱりピーター・アーツはとても懐が深くて、蹴りは遠いところから飛んできたので、手が届かない距離にあったので、手出せませんでした。みんなやっぱりローで倒れてるんで、そういう意地があるんで倒れちゃいけないという。もうそれが支えだったってことですか？もうボクサーとして。そうですね。今までこう支えてくれてる人たちがいるので、その人たちのためにも頑張らないといけないっていうのがあったんで。まあすごいいい試合ができるファイターだなっていう、できれば次はやっぱりね、ボクシングには勝てないと思いますんで、ルールが違いますから、 K-1 を覚えてきてほしいなっていうのが、まあ切なる願いです。キックボクシングで挑んだら、もう本当に素人なんで、やっぱりプロボクサーとして、プロボクサー対キックボクサーでやらないと勝機はないと思います。自分は蹴る必要はないんですけど、やっぱりガードはとても必要なんで。やっぱりもうやめた方がいい、やめるべきだとは言われましたけども、まだまだちょっと燃え尽きてないので、やっぱりこの負けたままで終われないんですよね。まだまだファイターを続けていきたいと。そうですね。Oh!
の登場です。こんなビッグのチャンスいただいて本当にありがたいと思ってます。このチャンスをちょっとものにしたいと思うので、ものにできるように頑張ります。今回は打ち合っていこうかなと思ってます。逃げずに。セフォーもボクシングやってたんで、殴り合いで行こうと思います。いろんな人にこう背中を押してもらって、一人じゃここまで来れなかったし、大晦日も試合できなかったと思うので、みんなの力があっての思いなので、今後も全力で戦います。